こちら、ゆうです。パズドラの、やってきました。パズドラの大塚です。見直したので、セーフでございます。はい。今日も誕生日の方、おめでとうございます。はい。今日も無課金サブアカ、芝居の丸、やっていきたいと思います。はい。ね、今日からやってきました。はい。ここやってきました。普通に言えるんやね。はい。2024、ハッピーじゃない。ボビーバレンタインコラボガチャです。はい。ボビーバレンタイン監督というのがね、はい、いらっしゃって、はい。ボビー・バレンタインさんこと、ロワート・ジョン・バレンタインさんは、はい、まあ、ここ置いときましょうか。はい。何を隠そう、私は、はい、生放送でよう言ってるんですけど、はい、阪神ファンなんですよね。はい。それで、まあ、ボビー・バレンタインさんもね、日本のね、チームの監督をされておりまして、はい。1995年に千葉ロッテマリーンズの監督を務められた監督でね、はい。すごくね、だからね、ちょっともう小ボケです。はい。バレンタインガチャ、ボビーバレンタインコラボガチャ引いていきたいと思います。はい。ロッテ監督時代の采配特徴に関しましては、はい、普段は笑顔とともにけなげな陽気な性格を見ているが、はい、試合中になると自チームが逆転すると通常はホームサイドで大歓声が自然に上がる場面でもポーカーフェイスを通す。これは試合の勝利が決定する瞬間まで指揮官は喜んではいけない。もしそれをするとその時点で決試合が決してしまったような雰囲気になり選手の緊張感が切れてしまう。はい。という彼の監督しての哲学に基づいたものであると。2005年のプレーオフ第2ステージ第5戦、里崎さんの逆転タイムリーの後もベンチ内外で歓喜するロッテ選手の陰で一人落ち着いた表情を保っていたと言われております。はい。でこれに関しましてね、里崎さんの、はい、証言ではね、証言って言うとあれですね、里崎さんが心になったみたいなんですけど、はい、バレンタインさんが指揮を取ると投球のタイミング、どのタイミングで味方投手に、交代するか分かりやすく投球の組み立てをしやすかったと評価しておられますと。はい。ということで、はい、ボビー・バレンタインさんの、指揮官とある姿を、はい、語ったところで、はい、今日のはお開きにさせていただきたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。今回の相手は私、ゆうでございました。それではバイバイ。それでは2024ボビーバレンタイン監督ガチャ生きていきたいと思います。まずはね、無料からね、無料ログインスタンプから、ここから重要でございます。皆さんはどのことから、え、ちょっと待って、なんかいつもと違うような変な入り方で喋ったんで、その用意ができてへん。わお、ショコラティエですね。失恋ショコラティエですね。はい。親愛の赤龍冠子ソニア、赤ソニア、バレンタイン赤ソニア無料からいただきました。ありがとうございます。で、まずはクリア報酬開催記念2024ボビーバレンタインガチャですね。はい。監督って言わなあかんね。はい。別に僕、ロッテの選手じゃないんですけどね。はい。あ、これ3連なんや。いや、そこ逆に微妙なんや。はい。ありがとうございます。はい、それではね、2024ボビーバレンタインガチャ、はい、石使って回していきたいと思います。はい、ユーザー情報、攻撃、無料配布26個となっております。はい。言いましたけど、ボビーバレンタインさんね、ガンホさんのスポンサーのロッテさんの監督務められてたんで、はい、たびたびプロの方はね、ロッテの試合とかね、呼んでいただいて、はい、僕がそのチケットをね、手配させていただいてるんですけども、はいはいはい、信じるか信じないかはあなた次第。はい。ごめん、嘘です。はい。すぐなんか怒られそうですわ、これ以上申し上げたら。はい。それでは2024年パズドラチャーは、はい、バレンタインコラボチャー聞いていきたいと思います。あ、狙い見ようと思ってたんですけど、僕は狙いはね、リズレットが欲しいんですよね。だからダイヤで、これからスタート。こうなってからスタート。リズレット、焦って、ちょっと待って、これあれやったっけ、名前当てよ。アルデシャでした。正解。はい。それではあと4回ですね。はい。あと4回？え？ 5 回だけやったっけ、引けんの。よし。いや、こうなるとね、ちょっときつい。え？え？ちょっと待って。え？え、どういうこと？ダイヤはフェイク。え？ちょっと待って、ラインナップ見てんかった。ちゃんと見とけばよかった。え？
ビーナス入ってんの？え？そうなあ、バレンタインビーナスがいるから、ビーナス、超天性ビーナスが。あ、キネとかも入ってるんや。へぇー。狙うちなみにリゼレットです。はい。言うの遅いって。はい。それであと3回で決めますわ。僕もほんま。なんかほとんどボビー・バレンタイン監督の話で終わってますけど。よし。うっす。え？カラットですね。はい。ダイヤのね、純度の話でしたっけ？ごめんなさい、もうええわ。はい。朝から、今日ね、朝1時から起きてるんで、もう完全に深夜テンションなんですよね。はい。2回目。残りラスト2。はい。こっからスタートです。こっからやっとスタートです。こっからクラウチングの対戦入って、パーンって。あれこれ欲しかったやつじゃなかったっけ？あら、持ってましたね。そういえば、この僕、アストレアさんのお名前を全然言えんくて、適当になんかいつもごまかしてた気すんな。はい。それでは、ラストワンショーでございます。皆さんは、どの方からバレンタインコラボガチャ、じゃバレンタインいただきたいですか？それか、メルティキスですか？ガッキーですか？冬の時期はですよ。そんな下手くそな歌声聞かせるから。あ、僕はでもカリン好きやったんで、カリンが幸せなら OK です。それでは、はい、結果を見ていきましょう。僕ね、何気にね、一回だけね、ちょっとこれ物申すわけじゃないですけどね、それぞれの思い壊滅期やったらね、もうあれじゃないですか、なんかもう修復不可能じゃないですか、バレンタインやのに。なんかね、もうそれやったらね、もう決して交わらない思い壊滅級とかにしてね、ちょっともう上にね、好感度ケージとかつけて乙女ゲーみたいにしたらいいのにねって思ってます。はい、それでは本当に結果どうぞ。はい、こちらですね。なんかログインスタンプがね、何気に一番いい引きしたみたいな、なんかようわからん引きなんですけども、はい。このね、イシューは、とりあえずバレンタインは、それちょっと一旦突っ込もうかなと思ったんで、はい。なんかいつ役に立つかわかんないんでね、本当にこういう季節ものってね、はい。で、一年に一回来るものですから、はい。定期的に強化も入るということで、はい。闇とはいえね、結構無課金で、こいつ引いとけばよかったというね、場面が結構多いので、はい。それで引かせていただきました。そしたら、一旦交換呪文見させていただきたいと思います。はい。お、交換が、ノア交換できるんや。あ、そうなん。そうやった。ちょっと待って、15体って。僕ね、昨夜だけ分岐するじゃないですか。だから結構持ってて、で、カリンは好きなんで持ってて、はい。いや、これどうしようかな。ちょっと、マジで悩むな。なんか、ノア交換した方がいいよとかございましたら、教えていただけると嬉しいです。はい。ではこの画面で、はい、今回はお別れにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。なんかね、ちょっともうね、僕、ちょっと深夜テンションで、ちょっとわけわからん感じの、はい、バレンタイン、ボビーバレンタインガチャだったと思うんですけど、どうだったでしょうか？もしこの動画が良かったら、チャンネル登録、評価もお願いいたします。はい。それではね、今回のお相手は私、ゆうでございました。これ2回目ぐらいですね。はい。それでは、初めて、はい。それではね、バイバイ。